皆さんこんにちは、大和屋です。本日も川崎新店に来ております。この日の天候は曇りで、濁りが多少あってオーシャン下げで来ました。で、釣り返し時間は朝の8時です。餌は練り餌の生ミックと池餌のカニとミジガイを持ってきております。先日大型のクロダイが連発したので、この日もそれを期待して来ております。この日は竿を変えてすぐで、先調子の竿から同調子の竿のリンユーサに変更しました。なんですが当たりになれなくて、お昼過ぎまで釣ることができませんでした。よしよし、やっと一回できました。あ、ようやく、お、胴から曲がるのリンユーサ、曲がる、面白い曲がり方。はい、で当たりのあった場所に1個入れました。はぁ、出てきたかな。いや、復活時間かかんのか。いい状態。ふう、ありがたいありがたい。45ぐらいかな。重たいわ、重たい。よいしょ。うん、いいサイズ。あれ、結構いい魚だぞ。よいしょ。45だね、本当に。あった。45。あ、もう一匹追加しました。内側です。ミックが今調子いいですよ。全然ね、カニね、内側当たんねえよ。当たないですね。ちょっと今変えてみたんですけど、ミックの方が当たってるかもしれない。あ、そこから引っ張ってきてるの。今向こうに行ってるじゃない。はい、潮が。あ、じゃあ上から落として、ここら辺から落としてますね。斜めに攻めてくる。あ、そう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 。じゃあそれは一緒じゃないよ。はい、一緒っす一緒っす。だから今ね、2発だと この辺とこの辺に入れるじゃない。あ、そうそうそう。って感じじゃない。やりますやります。一緒っす。それを刻んでいくじゃない。うん。で、まあ、当たってんのはミックですね。やっぱティップ超見やすい。それ、あ、本当ですか。わかりやすいです。確かにめっちゃ分かりやすいです。でもあれ、僕はあのチタンのやつの方が分かりやすいんですよ。まあまあね。これ先っぽだけだからだよね。そう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 。これ3つぐらい多分塗ってあると、はい。もっとね、分かりやすいんですけどね。で、棚は？棚、竿1本分ですよ。もうさっきずっと。ああ、また、またガンダマ食われてる、これ。いや、ここで、ここら辺まで出る。あ、そうです、そうです。で、ゴム。そうですね。で、ちょっとずゆっくり落としてるかな、最近は。で、さっきカニのあったとこをもう一回ミックで攻め直したら、やっぱ食ってきますね。塩がいいのと餌がいいのとで。こうやって落としていくか。
あ、そうですそうです。じわじわじわと。で止め、あの当たったところで止めて乗るまで待つ感じで。乗るまで食わすみたいな。そう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 。あ、俺の生きてる感じも使っちゃっていいですか、ね。あ、ありがとうございます。で、うん、あれ明日来るの？いやどうしようかな。結構連れ出したし。来るんだったらほら俺のまた生きた感じ持って帰れば。ああ、確かに。あ、ありがとうございます。俺は、うん、帰りあの感じ持って帰れば。ああ、ありがとうございます。いたとこのやつが全部かかってる。いいね、綺麗に守ってきた。こんな感じでどうかな。銀色の綺麗な手だ。お、銀色だぜ。今回の調校で大変まあ学びとなったのが、道調子の竿と先調子の竿でかなり当たりの取り方が違うということでした。次回からは先をあのタングステに変えて、それでまあ食い込ませるような感じで魚を釣ってみようと思います。39か。